げない瞬間に笑った君をずっと僕が見てること、何もしなくていいんだ、いつも君の隣で、何年も何十年も優しい気持ちのまま見つめているよ、愛してる愛してるって細い指先でそっと僕に触れた、君だけを闇の中で聞こえたものを紡いだ、羽ばたく痛みと胸に募る思いを、何度も何度でも夜の海にきらめく月明かりのよう、切なく揺れる瞳濡らした、
か何を疑うの一人うるせもしない罪を怯えてる
の日が瞳に灯う神様願いを見た夢だけで終わらない
君の影の中に未だ涙が落ちてゆく。
優しくする、どんな言葉も聞こえないほどに見せられて、 Tonight 熱い吐息が胸をほどいてゆく、いつでもなぜ愛しいのに震えてる、あなたにあげられるのはもうぬくもりだ、そばにいるというのに悲しくさせるなら見つめないあなたのその綺麗な瞬きに Goodbye。
いやなんか、ここからは平原綾香とのスペシャルトーク。お二人の出会いはいつ？要するに僕らって安全地帯っていうのがあって、これね、もうすぐ35年なんですけど、デビューしてバンド組んでからもう45年ですからね。だからアマチュア時代から ねすごいですね。だけどあなたには俺24歳の時に作ったやつ、私、あなたにがリリースされた年に生まれたんです。あ、そうか、ね、だからあなたにと同い年。あなたにと同い年。そういいね。安全地帯ちょっとこう勢いついてきて、世の中に私が知られた頃に、まあ、僕らの大先輩だけども、大香ちゃんのお父さんとか平原誠さん、まあ、サックスだけどね、出来名さんが入ってくれて、はい、それなんですよね、まあ、出会いっていうか、ちっちゃい時に会ってるよ俺。そうなんです。というのは抱っこしてんじゃないかな俺。そうなんです、抱っこされたんです。武道館で安全地帯のコンサートがあった時に、父のねに会いに楽屋に行って、玉木さんに会いに行こうって言って父と一緒に行って、で抱っこしてくださって、そうなんです。私恥ずかしくて寝たふりしたんです。寝たふりした。そんなお父様との思い出の写真を用意しました。そう、ミヨンあんだ。そうなんです。 俺と平原さん。あ、本当だ。平原さんでしょ。平原さんのこれ俺だね。これは、まあ、変わんないね俺ね。要するにここどこですかね。ご自宅じゃないんですか。いやいや、俺んちこんなんじゃないけど、うちのおふくろたちがやってたカラオケセーフティーゾーン玉木かな。セーフティーゾーン玉木っていうね、カラオケスナックやってたんだよ。へえ。それあれよ、カラオケボックスじゃなくて、みんなお客さんのこといる中で歌うんだよ。ね、そこかもしれないですね。そこかな。それか全然違うどっかのお店で、平原さんと俺がランチキ騒ぎをしてるのかな。違うよね。そんなことはないね、これ。続いて、平原から玉木にお願い事があるそうですよ。ずっとやってみたかったこと、そして、父がね、工事はすごい、工事はすごいってずっと、もう私ちっちゃい時から、もう今でもそうなんですけど、聞いていて、もし機会があれば、浩二さんにこう生で歌ってもらって、その時に、浩二さんはもう背中とか胸とか体全体に声が響いてるんだって。ぜひ背中に耳を当てて聞くと絶対勉強になるよって。本当？はい。だから当てていいですか？いいよ。だから歌うってこと？俺。そう。なんかこう胸に響かす感じとか、やっぱ背中とかも、玉木さんはこう、なんか多分ふくらはぎとかからも声が出てると思うんです。リクエストが、ワインレッドかフレンド。ワインレッドかフレンド。ワインレッド行ってみようか。はい。ワインレッドあんまり歌ったことないからね、アカペラで。もっと勝手に恋したり。わかる？もっとキスを楽しんだり、忘れそうな思い出をそっと抱いているより、忘れてしまえば。わかる？すごい。多分歌のテクニックとかそういうのはもう好きな人は持ってるし、持って生まれたものだろうから、彩香ちゃんとか俺なんていうのはあるんだろうけど、こっから先なんだよね。なんか思いっていうか、例えば声が静かだろうがバッだろうが実は同じなんじゃないかなっていう感じがして、こっちこっち喋ってる感じでもうビンビン伝わってるんじゃないかなっていう。でもすぐ俺なんか歌ってる方、歌いながらの自分で来ちゃう方なので、ガンガン歌ってる時って実は泣きそうになってるんで、シャンプーして歌ってるっていう時が多い。大丈夫な時は柔らかく実は歌いたい、なるべく。でも柔らかく歌ってると泣けてくるんだよね。お袋のこと思ったり、昔一緒にやってたメンバーのこと思ったりとかさ。さて、次の共演曲はジャズの名曲スペイン。平原が即興で歌詞をつけて歌っているのを見た
玉木さんからのリクエストです。私が最初にこのチックコリアのスペインをカバーした時が、ベースの岡田二郎さんという方と、一緒にデュオで初めてチャレンジして、まあ、そこでボイスパーカッションとかやったんですけど、それを見てくださったってことですね。それで、はぁと思って、え、これ彩香ちゃんかって言って、うん、見てて、なるほど、これをやろうって。だからびっくりしました。玉木さんからスペインのリクエストが来てるって思って、うん、玉木さんでしょ、なんでって思ってすごい嬉しくて、うん、あの曲はテレビでなかなか歌えないんです、うん、ねえ、アーヤ子って呼ばれるね、スキャットの話なんですけれども、玉木さんはずっとそのデモをね、撮るときとかレコーディングするとき歌詞がついてないときにもタンマ語で歌っていらっしゃったんですもんね。そうそう、ほとんどそれで撮って、それでもね、何回も聞くとね、ちゃんと言ってんの意味を、自分のデタラメっていうか好きに歌ってるのを何回も聞いて、それが詩になっていくの。一緒です。本当だよ、うん、レナレルウィーレルナラルネ、いつか君に会いたくなってって、そのやってるの聞いて、いつか君に会いたくなってだとか、あ、うん、だということはその前は会えなくなってだってだんだんなっていくの。わかります。そうだから玉木さんがアーヤ語で実は歌ってるんですって言ったら、あ、デタラメでいいんじゃんって、うん、そうそうそう、ぜひ、じゃあ俺もじゃあちょっと参加しつつそのスペインをやってほしいってことでさ、はい、今回実現するってことでやってみます。さすが玉木、ここでしょ。あんなにも好きだった君がいたこの街に、今もまた大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて、あの頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら私は幸せを見つめてたよ。懐かしいこの店の隅っこに置いて寄せ書きの味の本、君と書いたピースマーク、みんな集まって泣いて歌ってたね。あの頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。メロディーいつの間に大切なものなくした。
頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら遠い空流されても君のこと忘れないよ。いつだって楽しくやったよ。メロディー泣かないで、あの歌は心から聞こえてるよ。ありがとうございます。ありがとう。
月の砂漠は夜の果てまで二人きりさ、この目この手この顔すべて輝いてる、唇合わせてあなた、どこまで行っても止まんない、から何まで愛してどんどんとろけて感じて、休まず続けてしびれていたって分かっているから、ためらわないで、体の芯まで止まんない、通りのルージュで止まんない、あれこれどこそこ愛して、肝心がな目で感じて、雨でも風でも濡れてていいんだ、二人のパラダイス、息を走って終わる、激しく揺らして終わんない、全てを忘れて愛したい、今夜は素敵なホリナイト、髪にも胸にも天使が飛び交う世界のパラダイス、君の指先でたどり着くまでやめずにもっと動かして、その目その手その声すべて輝いて、最高でしょ、最高でしょ、覚めたら、もうマンデー、一人で遊ばないで。
いいのに知らなくていいのに、ああ
笑った君をずっと僕が見てること、何もしなくていいんだ、いつも君の隣で、何年も何十年も優しい気持ちのまま見つめているよ、愛してる愛してるって、細い指先でそっと僕に触れた、君だけを闇の中で聞こえたものを紡いだ、羽ばたく痛みと胸に募る想いを、何度も何度でも夜の海にきらめく月明かりのように、愛して愛してるって淡く切なく揺れる瞳濡らした、君だけを。